まず止まり曲がってんだよ。どうもシステム東京の北川です。鈴木です。はい、近藤です。高森です。はい、ということで、はい、ストライクについてね、やっていくんですけどもね。はい、おこんなひめくりマンチシステムって何ですか。キテちゃんの2人いるそういう話なんですかすごいですね。まあ確かにそうなんだ。これ初めてで、自分の顔がプリントされてるシャツを着るのは理解の気持ちが分かりますか。理解ね、ブラッドとかの、ね、そうそう気持ちがなかなかなもんですよ。昔、ミカエルやブラッドのセミナー T シャツで本人の顔入りでやったら本人ってすごい嫌がってた、うん、そう出ないよとか読む話もあるしね。そうでもこれは遠慮なく歌いそうな気がするそもそもこれは何の話なんですか。決めくりカレンダーが出ました。決めくりカレンダー、うん、こういうね、出ました。ぜひ買ってください。どう決めくりのことは1日毎日毎日ってことですか。そうそう、書いてある。使い方って書いてある。使い方書いてある。そう、これめくっていくとね、1、2、うん、いろんな教訓が書いてあるから。教訓、あ、裏にも話があるの、うん、そうまあ、コラボ、ここね、そこにコラボ。あ、じゃあこれで31日まで、うん、あるわけ。そうおいくらなんですか。1980円。まあ安い安い、うん、システマのいろいろがもう書いてあるので、ね、毎日システマを楽しめます。そう、美しい相手というかちょっとしか高くない。これだけだったらね毎日めくれますしね。毎日めくれるからね。これ毎日めくれるから、ね、美しい相手を毎日見てる人いないでしょ。そんなこといいんじゃないですか。強制的にめくってるからね、こっちは ね、 ね、毎日ね、使えるよっていうことで、どこでお求めになれるんでしょうか。Amazon とか、はい、最寄りの書店とかね、ぜひご購入ください、はい。一人3冊以上ね。めっちゃ3冊ね。いろいろあるでしょ。なんかトイレ用、玄関用。ああ、そうかそうか。ね、日めくりだからね。日めくりだからね。そうね、うん。職場にも置かないといけないからね。職場にもね。6、5、6つぐらい買ってもいいね。うん、それは本当は理想的には144冊買うと、必ず幸せになるんですよ。まず。それも明らかな理由がある。誰も否定できない完全なロジックがそこにある。144冊買うと幸せになるんです。誰が俺がなんで144なんですか。いや、そんだけ買ってもらったら幸せじゃないですか。数の意味はないじゃないですか。嫌なトリックだな。で、144冊でしょ、はい、で、日本国民1億人として、で、全員が買って144冊買ったら大ベストセラーじゃないですか。そうですね、それはそうなんです。もう紙が なくなるよ。ストライクやろうよ。悪用の仕方が上がるんですね。すごいね、紙がなくなるって。紙がなくなるもん。この T シャツ売ってないんだ。まだ売ってますよ。この人無人していたら、まあそうね、144冊買ったのがついてくるかもしれない。そう、ついてくる。そうですね。ということで、ストライクなんだ。はい、ストライクですか。一応質問にお答えして、はい、循環が分かんない。まあ、循環って、うん、サスティナブルなストライクっていうのはね、 SDGs なストライク。余計分からないストライクの力を相手からもらって返していくっていう原理なんですよ。あ、そういう循環の力の循環の話ですね。うん、ざっくりとパンチ受けるじゃない、受けましたと。で、この時の衝撃ってのは基本的にこの同心円状に広がっていくと、円形に広がっていく、うんうんうん、あの水の受けもポチャンみたいな、そう、波紋みたいな感じでね、あの抜けていく方向は上下左右なんですよ。斜めは全部、例えば右上に逃げる分は上に逃げるのと右に逃げるのの別の合成、そうそう、合成だから。だからこの4方向にきっちり逃がせる練習をしていくと、この斜めも全部埋まるから、リラックスをきっちりやっておくと同心円状にきれいに衝撃が逃げるようになる、うん、まあ、簡単に言うとまずは下ですね。下、この時にパンチを受ける時に背骨を曲げたくないんですよ。よくあるのがこういうふうに背骨を曲げちゃう。この時の体を観察してみると、まず背骨曲がってるんじゃない。それと同時にこの腰のところを見ると鼠径部が伸びるんですよ。骨盤が前傾してちゃんと折り目ができるようにしたいんですけども、こういうふうに曲がるとここむしろ伸びるんですね、うん、で骨盤が固定されるみたいな感じになっちゃって、でそれで力が逃げないというふうになる。あ、これ止めちゃうって。止めちゃってるから、だから この状態で打たれると逃がしようがなくて、はいはい、ダメージになる、うん、あるあるだね。ぱっと見ね、よくわかんない状態でシステムの動画を見てるとパンチとかこう受けんじゃない、
これ自分の曲げてる受けてるように見えるか見えるか、うんはい、だからあれは肩甲骨とかが動いてるから背中が丸まって見えるんだけど、うん、だから背骨自体にはそんなに衝撃が来ないようにしたい。だからこう背骨が曲がっちゃうと良くない。でこの時にはこの鼠径部が伸びると、背骨じゃなくて股関節で衝撃を吸収できるようにしたい。それが下方向、こうすると下方向に力がすぐに抜けるんだ、うん。で一人練習としてはこうやってコマネチみたいに手を当てがって、うん、この頭がある程度以上しゃがむと頭が前に来るんじゃない、それ来ない範囲でこうやってまっすぐ背骨が、うんうん、ゆる体操ではない、うん、ゆる体操ではないよね、うん、それ分かるよね、あんまり流行ったの。ここをちゃんと曲げようとすると膝と足首も自然に曲げなくちゃいけなくなってくるんですね。そうするとこれで下の方に逃がせるようになってくる。押すと同じで、これがこうやって下に逃げる、はい、あと次、上ですね。上は肩、肩のリラックスっていうと、こうやって肩が落ちてる状態がリラックスっていう固定観念があると、はい、上がらないから、そうするとね、衝撃が首にいっちゃうんですよ、はい、肩を上に上げていくと、そうすると真ん中から入った力がこの辺で枝分かれして左右に分岐していくから背骨に行かない、うん、俺が今押してても、押してるんだ、押してる押してる、だ肩に力が逃げてるから、はい、そこに行かないからバランス崩れない、うんうん、でこれはズッキーが肩を落としてみると、あ、持ってかれて、うん、押してたの、うんうん、そう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 、うん、枝分かれして前の字に逃げるんじゃなくてそこに直に力が行くようになるから、はい、ジャンクションみたいな感じでこっちに分かれていくという、まあ、練習するときにはその肩に力を逃がすときにはこの溝打ちから押してあげる、で腰から下に力を逃がすときにはこう溝打ちから下を押してあげるっていうふうにすると、うん、まあ、練習としては分かりやすい。であとは左右、左右は単純に骨盤の動きと思ったらいいんですね、こうやってで、こういう風に力を逃がすんだけど、この時に背骨をねじっちゃうから骨盤を動かすんですね。そう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 、骨盤と胸の位置関係は、まあ固めるってわけじゃないんだけど、骨盤の上に肩がそのまま乗っかってるはずなんですよ、ねじんなくて済むはず、うん、中心から外れた方向に力がかかったら自然に拳の力で持って、この骨盤が動いて、こう左右に逃がす成分が生まれた、で下右左手の常に全部がある状態にするといいわけなんですね、うん、こうやって肩にも行く、腰にも行く、もう腰も全部が入れていくっていう、うん、相手から力が入ってきましたっていうのを自分の体の中で受け入れていると、でそれでどう相手に返すのかっていうので、この肩にさっき来たのが入っていく、相手からもらった力がこうやって肩に来るじゃない、それがそのまま肘に行く、でそれが手首を通して拳に行く、そうすると相手に返っていくっていう、うん、循環していく、そう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 、だからこうもらったのをでもっと押し返すんじゃなくて、ただこの輪っかを作るだけでいいんですよ、うん、輪っか、循環型社会だから、うん、社会です、循環型社会、サステナブル、これ押します、どこですか、でこれが固まってるところも持っていかれちゃいます、足腰とかこう全部リラックスさせつつ、それが肩に来る、それが肘に来る、拳に来て入ってきて、つながっていく、でそうするとこの鈴木さんは自分の力で自分を押し込む形になるから、だからまあイメージ的には自分の血を輸血すると拒絶反応が起こらないじゃない、あ、はい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 、だから自分の力だから抵抗が起こらない、うん、あ、別々の力だとやっぱり嫌なもんですよ、ね、これで避けてからこっちの力で殴り返すんだと抵抗生まれちゃうんですよ、僕自身は軽く触ってるだけでも、うん、中を通ってるのは鈴木さん自身の力だから、こういう胴体があるだけで今流れてる、うん、そう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 、自分の力で自分で押してるようなことになっちゃう、ね、そう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 、で相手からもらったのを分かりやすくやろうとすると、こうやって自分の手に持っていって相手にこうやって返っていく、こういう輪っかを作る、はい、でこの輪っかはいろんな大きさで作れるから、はい、例えばこんなここで作っちゃってもできて、こういう力もらうでしょ、うん、それがそのまま相手に返っていく、ここにね、ガンゴンしてくるんだよね、それがこう逃げていく、今打ってに来たのを逆流してこう、あ、うん、今分かった、こうやって手に逃げたっていうのをこっち戻して、そう、こうやって戻して、はいはい、こういうのはやり方をやるっていう、学ぶっていうよりか相手からこのもらった力、体の中がどういうふうに流れてるのかな、観察と自覚、うん、よくあるあるが今、うん、ズッキーが北ちゃんを押して
で、キタちゃんが受けすぎて返せなくなるパターンってありますよね。はいはいはい、単純に背骨曲がってるんですよ。そしたら折れたんですよ。さっきのこの背骨が上がっちゃって、返せない。戻りの起点だよね、その一番大きい円、うん。だからこうやって相手の力を柔らかくもらってるようで、背骨ほとんど曲がってないんですよ。肩とか腰とか足腰が、はい、まあ、緩んでる。背骨の緊張に使われてしまうと、これが流れなくなる。リラックスをすると背骨に緊張が届かなくて、衝撃が届かなくて、両手両足に逃げてるから、それが返ってくるんです。まっすぐ頑張って立てるんではなくて、相手からの力が背骨に届かないんですよ。緊張はどういうふうに背骨に伝わるかって言ったら、ここと今ここを鈴木さんここ触ってるんじゃない、そこと背骨の間に緊張があると、そう、緊張が伝わるんですよ。要は伝導率の高い、その塊がそこにあるから、だけどこの触れてるところとこの背骨の間が柔らかかったら伝わってこないんですよ。そうですね、うん、例えば手で やっても この中でこの緊張の輪っか作っちゃってもできて、はい、この中だけでね、うん、とか分かりづらいですね。地味だね。例えばこうパンチしてもらって、こうもらったらすぐ相手を引くみたいな、それもこう殴られて、こうガッてやるんじゃなくて、それがこう返ってくるっていう。でも入力より返ってくるのがなんか強い気がする。なんでかな、増幅してるのかな、うん、そう、増幅される。だってこれ、だって2人分だから。あとは打つことで緊張が生まれるから、はい、これそこに入ってくっちゃうの。あ、こっちの緊張でさっきのダメな例になってる。そうですね。2人でその循環できるってことは何人でも循環できるってこと。3人とか、うん、僕が言ったのが月さんに帰るとか。そうそうそうなんかね、あ、うん、力の流れみたいな、あ、そうですね、感じの、この中ですね、うんうん、変な話、この力の循環を1対1に使うっていうよりも、これは対複数で使うのが便利なんですよね。うんうん、打ってみよう。で、こう打ってくんじゃない、こう、で、これがパーンみたいな感じで、あ、この人が悪い。これ俺何もしない。中断戦ですよね。うお、フレームアップしつつずっと8時ですね。ずっと。何これだろう。うわ、すげえ音がしたな。あ、そっか。おのおの力使ってらんないわけですよね。そうそうそう。だからこれはあの、まあ、殴り合いの技っていうか、例えばこっち側から打たれましたっていうのをこうやってバンってやって、でひたすら人の力を使って戦うっていうことで、それで、ね、ずっとやっていこうっていう。この力をもらってやるっていうことですか。あ、うん、だから超長期戦用の戦い方なんです。消耗しないの。消耗しない。でもらったのがこっち、もらったのがこっち。だから右から左、左から右。うん、ただ渡してるだけですよね。そうそうそう。さっきの緊張してるとそれがもう全然使えないって。できない。だから循環っていうのは、まあ、1対1じゃなくて、こうみんなと循環するとね。SDGs そうですね。循環型社会なんですね。一体違う。なんでそんな感じ。うまくまとめたね。うまくまとめてるね。じゃあ最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。